あなたはもし4630万円自分の口座にある日突然振り込まれてたらどうしますか？私はネットカジノ。はい、どうもダビンです。ですね、今日は体に悪いものを作っていこうかなと思っております。体に悪いものって美味しいんですよね。ラーメンとかまあいろいろありますけど、で今日はね結構品数が多いんで結構ねスピーディーに作らせていただきます。では早速作っていきましょう。はい、これらを使っていきます。ですね、ちょっとねスピーディーに行うためにですね、今日はこいつを使って2個で調理していこうかなと。はい、これでまずはお湯を沸かすと。よし、はい、じゃあ、ほうれん草下茹でしましょう。ほうれん草、ほうれん草とか土がねやっぱこういっぱいついてますんで、まあ、必ず洗うようにしてください。よいしょ、全部はまあいっか。結構でかいな。汚い。よし。こんなに要素いるもんか。まあいいか。よっしゃい。はい、じゃあ、早速ほうれん草を茹でていきましょう。はい、なんて言いますかね、塩分が多すぎて体に悪いとか、そういう油分が多くて体に悪いとか、そういうレベルじゃないもの、つまり発がん性物質を発してしまうものとか、そういったものを今日作っていこうと思ってますんで、そうですね、例えばですね、体に悪いものをどう有効活用するのかと、まあいろいろ考えたんですけど、まあね、夫婦仲のうまくいってないところでね、奥様が、まあ、毎日愛情込めて発がん性物質の、ね、多分に含まれてる料理を旦那様に食べさせたら、まあね、奥様の理想通りの結果になってしまうんじゃないかなと思っております。まあそういう有効的なね活用もできますんで、よかった、続々と作っていきましょう。はい、じゃあネギを切っていきます。まあ1本でいいかな。いや、よく考えたらね、思ったんですよ、これ使ったら別にネギ切るの下手くそでもいけんじゃないかと。ウェーイ、もうちょい入れようかな。まあ、これに関してはですね、中華スープ的なやつを作っていこうと思ってます。やっぱりね、体に悪いものはいっぱい摂取したいんで、ちょっといっぱい目に作りましょう。うん、こんなもんでいいかな。 OK。 はい、ここにですね乾燥わかめを入れていきます。はい、はい、はい、ここにですねさらに、賞味期限が2020年11月15日の白ごまを入れていきます。で、中華スープの素ね、ウェイパー、はい、入れていくと。どれぐらい、まあこんなもんで大丈夫っしょ。はい、オッケー、よいしょ。はい、じゃあこれオッケーなんで水捨てていきましょう。あっちあっち、はい、じゃあこいつに、はい、バター入れていきましょう。
よし。で次はベーコン。よし。よし。この間にさらに体に悪くしていきます。はい。こいつにゆで卵を入れていきます。よいしょ。はい、タルタルソースですんでピクルスでしょ。でマスタード。でマヨネーズね。マヨネーズを適当に。まあマスタードもちょっとだけ味付け程度に。でピクルスと。うん。オッケー。あ、もう一個入れとこう。はい。はい、これでこれらを混ぜていきます。うん、オッケー。はい、ではお皿に盛り付けましょう。全部はいいかな、とりあえずは。よし。よし、これでめちゃくちゃ体悪くなりました。まあ、ついでに胡椒も振りかけておきましょう。よし、一品完成。はい、じゃあさらに完成ということで、中華スープ、わかめとネギの中華スープです。はい、はい、じゃあここからはちょっと落ち着いて作っていきましょうかね。一品ぐらいちゃんとね作った方がいいでしょうから。はい、では次使うのはですね、ソーセージ。ソーセージを炒めていきます。はい、オリーブオイルをかけていきます。はい、別にオリーブオイルとソーセージは相性悪くないので安心してください。はい、この間に次使うのは明太子ですね。明太子とソーセージというのはかなり相性が悪いらしくてですね。うわ、ちょ、この組み合わせの発がん性物質はすごいらしいんで、ぜひ皆さんも試してください。ゲンブリがやばいやばいやばい全然じっくり調理できんかったし、あっつあっつあっつ。明太子をのせていきます。はい、この上にですね、ソーセージと相性が悪いバターをのせていきましょう。あ、危ない、手切れるとこや。オッケー、これで完成ですね。はい、完成しました。ですね、見た目はまあ本当に美味しそうですね。ただね、本当に体に悪いんで、あの食べ過ぎないように注意してください。あと今回参考にしたサイトの URL も概要欄に載せておきます。じゃあ早速食べていきましょう。いただきます。じゃあこの体に悪いゆで卵とベーコン、あとバターの組み合わせを。発がん性物質、うまっ。